さてさて、年明け早々の札幌でございます。お時間4時12分。年末までは雪少なかったんですけどね、年が明けてから雪が降り出しました。やっぱり帳尻って合うもんだねと思いながらやってまいりましたのは札幌駅でございます。まあ今からですね、名古屋に向かうと。名古屋に向かうんだったら飛行機じゃなくてあれでしょということで、ホームに上がってまいりまして、今止まってますね。16時38分発特急北斗にまずは乗り込んでまいります。でこの北斗に乗って40分ぐらいですかね、苫小牧に向かうといういつものコースですね。で苫小牧からフェリーに乗ろうじゃないかという、今回は太平洋フェリーさんの旅となっております。まあね、眠たくてうとうとしてたんですけど、寝ちゃうとね函館まで行っちゃいますからね、頑張って気合を入れて起きておりました。ということで帝国通り苫小牧駅に到着いたしました。で苫小牧のね、改札を出てすぐのところにセブンイレブンがあるんですけれども、まあそこにちょっとね立ち寄ってから、さあフェリーターミナルに向かおうと思ったんですけどね、駅を出たところでえらい綺麗なイルミネーションやんかいさというね、すごいもうキラキラゾーンがあったわけですよ。ここで一人でねぼさーっと見ておりました。ただね、もう靴底から寒くなってまいりましたんで、タクシーに飛び乗りましてフェリーターミナルに向かいます。まあ、フェリーターミナルまでは20分もかかんないですかね。うん、金額も2000円ぐらいということで、フェリーターミナルに到着いたしました。先ほどもね、ちらっとお話しましたけれども、今回は太平洋フェリーさんに乗って名古屋に向かうと。いやー、長距離、2泊3日の旅、楽しみですね。まあ、年明け早々ということもあって、あちらこちらがイルミネーションでキラッキラしております。ターミナルの中もこんな感じ。まあ、なぜかクリスマスツリーがあるのはご愛嬌ということでね、新年ムードの中早速手続きをしてまいりましょう。入ったところが中2階で、1階に降りたところにチケットカウンターがあります。チケットを発券していただいて、2階の乗船待合室、もうね乗船が開始されておりましたんで、とっとと乗っていきたいと思います。もうこのね、船に乗るまでのボーディングブリッジ的なところを歩いている時が一番こう胸高まるというかですね、いやー楽しみやでみたいな感じになるんですね。さあいよいよ乗船してまいりましょう。太平洋フェリーの基礎になりますね。今回取りましたお部屋はセミスイートというお部屋になっておりまして、6階です。乗船口が5階ですんで、一つ階段で登ってまいりまして、こちらが6階になります。早速ねお部屋に向かうことにいたしましょう。この6階の最も船首側、一番前ですねにお部屋があります。この廊下のね、あちらこちらにこの鳥さんの絵が描いてあるのがなんともプリティだねと、うん、これがね基礎といえばこの鳥みたいな、まあ僕は勝手なイメージを持っております。でこの船首の端っこエリアにはですね、ロイヤルスイート、スイート、そして今回宿泊するセミスイートというお部屋が並んでおります。603号室セミスイートルーム、早速入ってまいりましょう。もうねドアを開けた瞬間、おーって感じなんですよね。本当にね、太平洋フェリーさんのこの上級客室っていうんですか、船室はねむちゃむちゃ広いんですよ。これセミスイート上から3つ目のランクですからね。でこんな感じ、ベッドルームドンドーンで、デスクがあってデイベッドがありますよと。ゴロゴロしてくださいって言わんばかりのお部屋で、このさらに上にスイートがあって、そのもう一つ上ロイヤルスイート、またね別で動画出してますんでね、よろしければ概要欄とたどって見てみてくださいね。でお部屋にはこんな感じでね、ホテルの一室のようですよね。グラス類も水割りグラス、白ワイン、赤ワイングラス、アイスペールに水差しまで用意してあるんです。そして内線電話で氷を持ってきてくれるらしいんですね。一番下が冷蔵庫になってますね。でその上にはお茶、コーヒーセットなんかもバッチリございます。デスクも広くてね、むちゃむちゃ使い勝手がいいんですよ。だから仙台に停泊してる時とかね、ここで一生懸命お仕事しておりました。デイベッド、ここもねゴロ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 するのにはね、もう最高の場所になっております。で向かい側というか今正面ですねに見えてるカーテン、まあこれがですね船の前を向いてる窓です。でっかい窓が並んでおります。で夜間はね開けとくとちょっと航行に支障をきたすので閉めといてねということだったんで、まあちょっとね出航前にちらっと覗いてみました。こんな感じで船の前方が一望できるというデカデカ窓がついております。でベッドはまあシングルセミダブルかなのツインのタイプになっておりまして、こう寝心地もバッチリ僕好みの
ちょっと固めのマットレスという感じでしたね。さあお次は入り口入ってすぐゾーンのあたりをちょっと見てみましょうか。こちらが出ましたナイストイレです。このトイレの中に手を洗う洗面台、洗面台は手を洗うじゃないな、がついてるというのがね、ナイストイレ、僕の中での最上位ナイストイレでございます。でトイレの隣がお風呂になってます。このお風呂もすごいんですよ。まあ、お風呂の中にねこの洗面台があったりするんですけども、あの貝殻みたいな形の洗面台、なんとも高級感があります。そして浴槽の奥には窓があるんです。船の前方についた窓、まあ、船の前の景色を見ながらですねお風呂に浸かれるよというナイスお風呂でございます。しかもこのお風呂はですね、あの水が流れていくとこが穴が開いてないんでね、肩までゆったり入れる、まあ、足を伸ばしてもまだまだ余裕のあるというナイスお風呂バスルームでございました。入り口入ったところにはねこういうお花なんかもあってですね、普段はあんまりお花なんか興味を示さない私でもええ感じやなと思います。でこちらのクローゼットの中、ハンガーがびっしり入っております。もう何着でもかけられるでと。でその隣の細クローゼットの中はですねナイトウェアとガウンですね、バスローブが入っております。まあ、個包装されててね、なんか清潔感があっていいですね。でもってその上は救命胴衣入れとなっております。この表面もピッカピカのクローゼット、高級感があっていいですねという感じのお部屋です。このお部屋でね2泊3日ですよ。39時間30分の船旅をね楽しんでいきたいと思います。でロイヤルスイートとスイートとセミスイートのお部屋にはお食事券がついてくるんです。この乗った日の夕食、次の日の朝昼晩、そして降りる日の朝という5食分の朝食券がついてくるという、こう考えるとちょっとコスパいいんじゃねえのというそんなお部屋です。出て左側、今奥に見えてるのがロイヤルスイートですね。でお部屋を出て右側、左舷側にスイートのお部屋がありますと。さあね、ブラブラしてましたら出航時刻の7時が近づいてまいりましたんで、ちょっと出航見届けに行くかということでデッキに出ることにいたしました。デッキはですね一つ上のフロア7階から出られるようになっております。7階に上がってきたんですけど、この吹き抜けも美しいですね。太平洋フェリーさん本当にこう内装が独特というか凝っとるねという感じですね。でデッキに出てまず第一声サブですね。この時の苫小牧マイナス7度ぐらいです。で周り遮るもの何もないですから風もビュンビュン吹いております。ですからね体感気温マイナス20度わかんないですけどぐらいですね。とにかく寒い。でも寒い中ねこうギャングウェイがビューッとね上がっていく、収納されていく様子をちゃんと撮るんだなんてね、じーっとこうカメラを構えて立ってるわけですよ。もうね芯から冷えてきます。でもねちゃんと撮り終えるんだということで無事撮影終わりました。でいよいよね出航になるんですけども、お待ちかねの出航、じわーりとね岸から離れていきます。で目をねパッと前の方にやるとですね、ブワーッと横向けにサイドスラスターって言うんですけどもね、横向けにブワーッと水が出てですね岸からどん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 離れていく、そんな太平洋フェリー基礎でございます。まあ、19時に出航いたしまして名古屋港に到着いたしますのが翌々日の朝の10時30分。39時間30分の船旅がいよいよ始まりました。いやしかし寒かった。この間20分ぐらいデッキにいたんですけども、もうね眉毛とかまつ毛が凝ってくるんですよ。で瞬きがしにくくなってくるというね、極寒の中での出航の風景無事撮影完了ということで、お部屋に戻ってコートを脱いでですね晩ご飯を食べにレストランタヒチにやってまいりました。6階フロアの最後部にありますこちらタヒチでバイキングの夕食をいただいてまいります。まあねちょっと茶色比率減ったんちゃうかなと、餃子がある分あの白いでしょ餃子だから茶色く見えないんじゃないかなと思ったんですけど、まあやっぱ茶色いですね。好きなものをたくさん食べられるのやっぱバイキングいいところですね。もちろんペロリでございます。ごちそうさまでした。もうお腹いっぱいということで、今度はねショップ一つ降りて5階のフロアにあるショップに降りてまいりました。ショップには仙台、名古屋、北海道の名物がたくさん並んでおります。そしてドリンクコーナーをチェックしに行くとですね、あらららららと残念無念、レモンドーさんの姿はございませんでしたということで、お部屋に帰りましてお風呂タイムにしましょう。もう出港でね
体の芯から冷えてますんで、もうとにかく風呂だ風呂だということで、お風呂に浸かって毎度おなじみレモン堂 5% ヒットサイズをいただいてまいります。まあね、さっきちらっと種明かしましたね。苫小牧駅の改札を出てすぐ右側、セブンイレブンがありますんで、そちらでゲットしてまいりました。でルームツアーの時にもお話しましたけどね、あの穴が開いてないんでお湯が流れていかないんですよ。だからいつまでも肩までドボンと疲れて、しかも足を伸ばしても十分にゆとりのあるという広々深々浴槽でポカポカになりながらレモン堂をいただくという何とも至福のバスタイム終了です。でお風呂上がりはですね、いつものごとく二次会に突入するんですが、今回二次会はホームランサイズ言っときましょう。 5% ホームランサイズレモン堂でございます。そんなレモン堂二次会のお供はこちらです。じゃじゃん、北海道限定じゃがいもコロコロの焼きとうきび味でございます。これ実は8種類ぐらい味があるんですけれども、今回は焼きとうきび味をいただいてまいりましょう。僕ね、焼きとうきびとか、まあ茹でも好きなんですよ。ほんとトウモロコシがねめちゃめちゃ好きなんですよどこでもいい情報ですけどね。でこのおかきがね、やっぱりお酒には合うじゃないですか、ね、口の水分がちょうどいい具合にこう吸収されてね、レモン度を欲するわけですよ。というわけでグビ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 飲んでおります。そして忘れてはいけないのが2品目でございます。このしょっぱいのが来たら次は甘いの来ないかんね、ということで花畑牧場もちっぷすの登場です。もちもちっていうのはあれなんですよね、もちなんです、もち米だから、おかきに生キャラメルを染み込ませたというね、なんとも素晴らしいスイーツなんです。このおかき感とねキャラメル感最高やないかと、これもねレモン堂がどんどん進むわけですよ。ということであれが始まります。もちっぷすとじゃがいもコロコロとうきび味、焼きとうきび味を同時に食べると、さあどんな味がするんだろうと、もう興味津々で食べましたけどね。あれなんです、それぞれの味がするんですしかもねすごいことに気づきました。あのね、甘いのはね後から来るんです。まずしょっぱい味がしてから甘い味が追っかけてくるんです。人間のね舌って多分そうなってんちゃうかななんて思いながらごちそうさまでした。でもって揺れチェック、寒波がそろそろ来るんちゃうかという天気予報でしたけれども、思いのほか揺れない平和な船内でございました。お時間が0時19分、船は青森沖を順調に南下航行しておりますということで、もう12時も回ったんでね、寝ましょということで、この日はおしまい。おやすみなさい。おはようございます。朝の7時18分、いやよく眠れました。船はですね宮城県沖を順調に航行しております。さあ昨日の夜見られなかったこのカーテンの向こうの景色見てみましょう。これがねなんかねめっちゃ気持ちいいんですよ。海をずっと前に進んでいく感じ、もうね何時間でも見てられるでっていう感じでね、ボサッと見てたらお腹がグーとなりましたんで、朝ごはんを食べに行きたいと思います。やってまいりました、6階最後部にありますおなじみレストランタヒチでございます。さあ朝は何を食べようかな、パンにしようかな、カレーにしようかななんて思いながらですね、バイキング方式、好きなものを食べられるっていうのはやっぱりええなということで、せっせせっせと朝食をとってまいりました。さあ取ってきた朝食がこちら。僕はねこのねお皿の有効活用法を、この一番大きいスペースにサラダを入れたら見栄えが良くなるんじゃないかということに気づいてしまいました。これどうですか、もうなんともバランスの取れた朝食っていう感じでしょ、ペロリでございます。やっぱねバランスいい食事を取るといいね、わかんないですけどまあ一回コロッケをおかわりしに行ったのは内緒です。というわけで朝ごはんを食べてですね、プロムナードの窓から外を見たんですけど、まあこの潮の汚れがねこれ仕方ないんですけど気になったんで、もうデッキに出て直接海を見るぞということで、ビュービュー風が吹いてる中デッキに出てまいりました。もうね仙台港も近いということで波も非常に穏やか、まあ朝のねこの気持ちのいい光が海に反射して何時間でも見てられるでって言いたいところなんですけども、まあ寒いんですよ、めっちゃ寒いんです。ご飯食べに行った格好のままですからね、コートも着てませんから、もう寒っつってねお部屋にすぐ戻ってきました。やっぱお部屋の窓から見るのが一番いいねと
いうことでベッドに足を投げ出して至福の二度寝タイムです。そうこうしておりましたら船は仙台港に入ってまいりました。ダイヤのご紹介をしておくと、昨晩ね、19時、夜の7時に苫小牧を出港して、こちら仙台港に朝の10時に到着します。で、10時に到着して荷物を下ろしたり積んだりっていう作業がありますんで、2時間50分仙台にね泊まってるんですよ。で、仙台に泊まってる間1回下船することもできるんです。だけれども私はいつもね下船しないとね、この泊まってる間にせっせとネットがつながるんでね、せっせと仕事せなということで、テザリングを使って一生懸命仕事しておりました。まあ、こんな感じでね、仙台港でわーっとお掃除の方乗ってこられてね、バババーっとも手際よく全体のお掃除、お部屋のお掃除をしてらっしゃいました。さあ、仙台港に停泊している間にお昼ご飯タイムがありますんでね、お昼ご飯食べにレストランに向かいましょう。途中このシアターがあって、こちらでもね映画やってましたね。見るでと思ったんですけども、今回の旅は残念ながら一度も映画を見ることがありませんでした。というわけで6階のプロムナードを最後尾まで進んでいきますと、毎度おなじみレストランタヒチ、お昼も当然バイキングメニューになっております。さあ、お昼は何を食べようかなと、こう考えるのも楽しいですね。というわけで撮ってきたのがこちらです。素晴らしい、学習しました。真ん中にサラダを置くとバランスよく見えるの法則。今回は白ご飯じゃなくてカレーとピラフ、ね、炭水化物祭りやないかと、ね、いう感じでパスタも見えてますね。いただいてまいります。まあ、止まってるんでね、全く揺れないんで普通のレストランで食事をしてる感じですね。ペロリでございます。やっぱねカレーは美味しい。もう一杯おかわりしようと思ったけどやめときました。で、レストランとは別にですね、カフェもありましてね、そこでもご飯が食べられたりデザート、スイーツがあったりするんですけどもね、まあ、このソフトクリームめっちゃ迷ったんですけど、ぐっと我慢しました。えらい。というわけでお部屋に戻ってまいりまして、またねお仕事の続きをせっせいせっせとしておりましたら、いよいよ船は仙台港を出港いたしまして、最終目的地の名古屋港に向かって出発いたしました。まあ、出港時刻が12時50分ですね。ですから今から22時間ほどかけて名古屋まで南下していくということになります。で、こう仙台港って結構ね縦長というか横幅が全然ないんですよ。そこをですねこうやってねぐるっとですね、タグボートの力なんかも借りながら旋回して、そしてこの水路のように見える仙台港、ちょっとね幅が狭いところをずん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 進んで出港していく風景、これ結構僕好きです。まあいろんなねフェリーに、ね、乗らせていただいていろんな景色見てますけども、この仙台港を出ていく時のねこの感じが僕はなんか一番好きだなと、いう勝手な僕の感想でした。はい、というわけで仙台港を出港いたしました。もうあとすることないんでね、ネットが繋がらんようになってきて、もう寝るしかないやんということで、この窓がねちょうどちょっと上を向いてるね斜めになってる窓なんですけれども、日の光を浴びながらゴロ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 しておりましたら、姉妹船石狩とすれ違いますよというアナウンスがありましたんでね、バッと飛び起きて外に出ようかめっちゃ迷ったんですけれども、お部屋の窓から石狩とのすれ違いを見ることにいたしました。こうやって見るとでっかいですね。で、このサイズ同じ船に今自分が乗っとるわけですからね、改めてねフェリーってすげえなと思いましたね。で、未だにこんだけ好きで乗ってんのに、なぜ船が海に海面にね浮くのかというね、その力学を未だにいまいち分かってないというね、なんか知らんけど浮くんでしょ船ってみたいなね、感じで、まあ、石狩とのすれ違いをぼーっと眺めておりました。いやー、しかしあのデッキで手振ってくれてる人寒いやろな。というわけで、まあ、お昼下がりといえばお風呂タイムですよ、ね、昨日はねカーテン閉めっぱなしでお風呂入ってましたから、今回このお昼は窓の外を眺めながらですよ。しかもね、他の会社さんの船は船の横向きに窓がついてるんですね。で、この太平洋フェリーさんだけ前向きに窓がついてるお風呂なんです。なんかずん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 進んでいくという景色を見ながら、お風呂に浸かってレモン堂が飲めるやないですかと、もう気分はね船長ですよ。
まあ船長、風呂入りながらね指示出してる船長ってすぐクビになると思いますけどねという感じでね、まあ、なんとも言えないこの太平洋フェリーならではのね素晴らしいバスタイムを満喫させていただきました。いや本当にねマジで最高です。で何回も言いますけど、この浴槽が深くて広くてねめちゃめちゃいいんですよ。だから飲み終わった後もねちょっとぬるめのお湯にボサーっとね使っておりました。考え事するにはちょうどいいですね。天井も高いですし、うん、ボサッとねあんなことしようこんなことしようなんてことを考えておりました。というね考えてた割にはですねお風呂上がりはお昼寝タイムです。まあ、テレビを見ながらねちょっとずつこの日の角度が落ちていく夕焼けになっていく感じを見ながらですねベッドでゴロ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 しておりましたらお時間16時14分船は福島沖を航行しております。そろそろね日が傾いてきて夕焼けの時間やんかいさと。でたまたまこのお部屋の前向きの窓からねちょうどいい感じでね日が沈んでいくのが見えたんですよ。これはちょっとぼーっと見るしかないと。ただ見てるだけじゃあかん、映像も撮らなっていうことでねカメラを右手に持ってじーっとじーっと右手行ったってなりながらでも夕日綺麗なと思いながらね日が沈むのを見ておりましたらあっという間に晩御飯タイムがやってまいりました。本当に食べて寝て風呂入って酒飲んでみたいな繰り返しですけどいいんです。これが船旅の醍醐味です。今度はまたね違う映画が夜の21時から、ね、上映されるみたいですけれども、まあ、見よう見ようと思ってたんですけどもさっきも言いましたけどね映画見るの忘れてました。というわけで4度目のタヒチにやってまいりました。もうなんか馴染みのレストランみたいな感じですよね。もうね2日で4回ここでご飯食べてるわけですからもう馴染みですよ。というわけで晩ご飯はこんな感じ。相変わらず真ん中にサラダを持ってドヤ感を出してますけど取り囲むのは全て茶色で結構この中華メニューを中心にねこの時は撮ってみました。あとステーキコロッケなんかも最高でしたね。というわけでまあやっぱり茶色いのは美味しいねという結論に至る晩御飯ペロリでございます。いや本当に美味しかった。カレーも食べときゃよかったなと、うん、そんな感じでお腹いっぱいでお部屋に戻って3回目のお風呂タイムです。昨日の夜今日の夕方そして今日の夜ともう静かちゃんばりにねお風呂に入っておりますけれども、ね、まあ船限られたね水資源をこんな風に使ってごめんなさいとちょっと思いながらもですねでもお風呂はやめられまへんねんというねレモンドを片手にお風呂にのんびり使っております。いやもうこの後ね寝て起きたら名古屋に着いちゃうんかなんてことでもうこの辺りからね寂しい気持ちになってたんですけれどもそんな寂しい気持ちを打ち消すかのように美味しいレモンドをグビグビ飲みながらお風呂にのんびり使っておりました。でお風呂上がりはいつものルーティーンです。もう何の変わり映えもしない前日昨日の夜と変わり映えしないのもあれやなと思ってですね今回はバスローブで登場です。さあおつまみ1品目はこちら芋田と豆次郎です。もう完全に名前で買いました。芋田と豆次郎ですどんなお菓子かというとね、まあ、中はこんな小分けになってるんですけどもこの小分け袋の中はポテトチップスとフライドグリーンピースとでも言うんですかね芋田と豆次郎でございます。まあね美味しくないわけがないじゃないですか。塩味のポテトチップスとカリッとサクッと揚がった枝豆もうね飲まずにはいられませんという味です。もうキングオブおつまみ王道中の王道という感じですね、まあ、おつまみ用に作ってるんじゃないかもかんないですけどね。で2品目がこちらです。浜ナスの恋と恋ですよ、うん、まあ、ホワイトチョコレートをウェハースサンドウェハースじゃないなちょっとサクッとしたあれでサンドしてやるあれってなんやねんってこれです、クッキーではないんですサクっていうやつです。あの他社さんの例で悪いんですがゴーフル的なやつあれでホワイトチョコレートを挟んであるという浜ナスの恋これもねホワイトチョコレートが濃厚でねたまらんわけですよ、うん、だからねホワイトチョコレート好きの人はもうぜひおすすめの一品でございます。というわけで本日もやってまいりました浜ナスの恋に芋田と豆次郎が乗っかっております。これを一気に食べるとどんな味がするんでしょうかとこれもね前日の夜と同じ結果まずしょっぱい味がしてそっから甘みが来るんですよ。すごい人体の秘密を知ってしまいましたね。
うん、まあ、ちなみに味はそれぞれの味がいたします。というわけでホームランサイズもごちそうさまでした。2日目の夜の揺れはこんな感じ。平和な夜でしたね。まあ寒波襲来と言われてたんですが、2日とも全然揺れずという平和な船内でございます。さあここで成績発表。1ヒット1ホーマーで2点、そして2ヒット1ホーマーで3点入りまして、合計5点、大量得点を獲得という今回の情勢になりましたね。で、飲み終わった後ちょっとお水飲みたいなということで、お水を買いに行きがてらですね、船内をプラプラしたいと思います。これがね、6階のデッキのねフロアの案内図になるんですけれども、今一番下がレストランタヒチ、もうおなじみの、顔なじみの、わかんないですけどもレストランでございます。そして一番選手側がお部屋になってましたね。でやっぱ夜になると人は少ないですね。みんなお部屋でもう寝てます。12時回ってましたからね。でお昼はねめちゃめちゃ人いました。あっちゃこっちゃでね、ファミリーの方とか職場同士のねトラックの運転手さんかな、楽しそうに談笑されてたりとか、めちゃめちゃにぎわってたんですけれども、深夜はシーンとしてですね、なんともこのまたこれも旅情をかきたてるななんて思いながらお部屋に戻りました。お時間0時33分千葉県沖を順調に航行しております。というわけで明日いよいよ船から降りるんですけども、ともあれまあ今日もおやすみなさい。おはようございます。乗船3日目の朝、お時間7時26分8分かな、もうそろそろ名古屋港に入っていきますよという愛知県沖をね順調に航行しております。さあ気になるお天気はどうなんでしょう。カーテンをシャッと開けてみると素晴らしい快晴でございます。やっぱりまあ昨日の朝も言いましたけど、この前に進んでいく景色はいいっすね。というわけでもう残り1枚になってしまいました。5枚綴りだったのが残り1枚になった、そんな最後の朝食券を持ってレストランタヒチ5回目の来店でございます。もうこれは常連って言ってもいいでしょ、ね、というわけで朝ごはん、相変わらず朝ごに野菜のしときゃいいと思ってますね。うん、というわけで健康的な朝食、仙台の笹かまぼこなんかもありましたね。美味しくいただきました。いやもうすぐ降りるのももったいないなと思いながらペロリでございます。ということで最後の朝食を食べ終えて、あともう2時間ちょいでねもう着いてしまうなということで、お部屋に戻って外を見ておりましたら、今見えてますのがセントレアですね。まあ残念ながら飛行機のね離着陸は見れませんでしたけれども、おーセントレアやでなんてことで見ておりました。でまああとね2時間ぐらいあるんで、何しようかなとやることは一つで二度寝しかないやろということで、テレビのニュースをぼーっと聞きながらですね、ゴロ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 しておりましたら、あっという間に名古屋港に入港してまいりました。この名港大橋トリトンですね、名港トリトンの赤い橋の下をずーっとくぐっていくんですけれども、ここをくぐるともう到着間近ですよというね合図なんです。まあ出港の時はね、出港して間もなくこの橋の下をこうくぐっていくんですけれども、名古屋港到着の際の出港の際のまあ一つのね見どころです。で今回もそのデッキに出てね、上を見上げようかなとも思ったんですけれども、寒さには勝てんなということで、お部屋の窓から見ております。ちょうどね上の方も見えるような角度がついてる窓なんで、こんな感じでねくぐってるところも美しく見えるわけですよ。おーなんて思いながら橋の下をくぐって、まあパッと前を見るともう名古屋港フェリーターミナルが見えております。でもこっからね大慌てですよ。ゴロ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 しててね、ふんって起きたらもう着いてますんでね、荷物の整理とか何もしてないわけです。もうカバンも開けっぱなしの広げっぱなしみたいになってますんで、慌てて下船の準備をしております。でちょっと思い出してはね、こうやって前の景色を録画してるというね、そんなドタバタの下船準備を終えまして、いよいよ定刻通り10時30分太平洋フェリー基礎はですね、名古屋港に到着いたしましたということで、まあ39時間30分の旅を終えて今からね下船してまいりたいと思います。本当にね国内最長路線なんです、この名古屋と苫小牧ね。でやっぱね乗るたびにねすげえなと思います。なんせ2泊ですからね、国内の長距離フェリーで船の中で2泊する航路っていうのは
この太平洋フェリーさんの苫小牧と、ね、名古屋の航路、それから東京有明と新門司、ね、九州を結ぶ、北九州を結ぶオーシャン東急フェリーさんの航路だけなんです。でもどっちの船もね、2泊でしょ。船の中で2泊すると降りるときに、いや船に乗ったなーっていうね、本当に充実度というか満足感というか、このやり遂げた感がね違うんですよね。ですからね、船旅心ゆくまで楽しんでみたいなという方は、この2泊の航路ぜひぜひおすすめいたします。というわけでね、フェリーターミナルから名古屋駅までちょっと急ぎだったんで、タクシーに乗って向かいたいと思います。というところで今回の動画は以上になります。今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。もしまだチャンネル登録してないよという方、チャンネル登録をして次回以降の動画楽しみにお待ちいただけましたらと思います。それではね、次の動画でお会いしましょう。ではでは、さよなら。